で、こちらが制作して約3週間が経過した室内ビオトープ滝レイアウトです。これね、ちょっと見てもらえると分かるんですけど、陸上のモスから新芽が出てきてますね。お水も非常に綺麗で、でメダカちゃん、こちらには声が入るかなと思ってコウテイちゃんを泳がせてみました。昨日ちょうど昨日おとといと雑誌の取材があったので、このね水蓮鉢撮影していただきたくって、せっかくだからコーディネートして可愛いメダカちゃんを泳がせてみました。で、本日お客様取りに行きます。こんにちは、赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は滝壺のある室内ビオトープ登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。よろしく。滝壺のある室内ビオトープっていうのはどんなものか、まずは、ね、店内にあるものをご紹介したいと思います。こちらですね。どうでしょう。これが、店内の中央90センチのリバーシブル水槽の、下に設置している室内ビオトープになります。こちらはですね、昨年の秋ぐらいに、立ち上げたものになります。見えますでしょうか。このようにですね、水が溜まって滝が流れる、ここに滝壺があるタイプのビオトープになるんですが、ビオトープシーズンがやっぱり春から、ね、夏までということで、秋から冬の間、室内でもビオトープ楽しみたいなということでこちらを制作いたしました。非常に、ね、好評いただいておりまして、店内にお越しいただいた方もね、結構写真撮って SNS アップなどしていただいてるんですけれども、現在はこのように陸上の植物もかなり繁茂してきていて、モスモスがモスモスしております。The rain was steady pouring, heard the drops and drizzle meant to be. Shelling in my crib, no doubt. Peep the scenery. こちらで飼っているのはグッピーちゃん。まあ、店内暖かいというのと、あとはスイレン、ここ熱帯スイレンなんですけれども、これの越冬のためにも立ち上げたので、実はこのスイレンの中、スイレン鉢の中にはヒーターも設置しております。そしてですね、ちらっと見えてますが水中ポンプ、こちらで水を汲み上げて、ここの滝から水を流しているというシステムになります。提唱に使っているのは私が愛用しているブルカミアソイルの M メダカソイルですね。まあ、メダカじゃなくても全然大丈夫です。私はグッピーちゃん元気よく育ててますし、ここで自然に繁殖をしております。那覇の水草ですが、ここら辺はね、わび草が何個ぐらい入って、3つぐらい入ってるかな。エキノミックスや、あとは有形草ミックスなど、計3個ですね、わび草が入っております。で、こちらはソイルの下にですね、底面フィルターを設置していて、ブルカミアソイルにバクテリアがたくさん吸着してろ過してくれているのと、底面フィルターを通して水が汲み上げられてきれいなお水が戻るっていうシステムになりますので、基本的には足し水しかしておりません。結構ね、グッピーちゃんもいっぱいいるし過密ですし、餌もしっかり与えてるんですけれども、このようにお水はピカピカの状態を維持しております。今回さ、以前にこちらの室内ビオトープをご覧いただいて、これが欲しい、新しい水蓮鉢が入荷するのを心待ちにしてくださっていたお客様からお問い合わせがありまして、ちょうど可愛い水蓮鉢をゲットできたので、私の方で、買い付けをしたところなんですけれども、そろそろ室内ビオトープ作ってほしいんですけどいかがですかというお問い合わせをいただきまして、今回作成することとなりました。その水蓮鉢がこちらです。 Yeah!どうですか、めちゃくちゃ可愛いでしょ。白い水蓮鉢ってなかなか見かけないんだよな。めっちゃ可愛い。このなんだろうな、一見するとなんかこうレースのように見える、和風にも洋風にも使えるような、とっても可愛い水鉢を見つけました。こちらの水鉢のサイズが、直径が45センチ、内寸が38.5センチ、高さが約28センチぐらいのものになります。今回この水蓮鉢を気に入ってくださったので、これに滝壺ができるレイアウト、流木組みを作って、先ほどの水蓮鉢と同じように底面フィルターを設置して、電源から電力確保してポンプを設置して水を流すというシステムの室内ビオトープを作っていきたいと思います。すでにこのサイズの水蓮鉢ですけれども、すでに3つ売約済みで、残り1つとなっております。ちなみにこれが大サイズになるんですけれども、他に中小と全部で3サイズご用意しております。
他にもこういった朝方のタイプの可愛い鉢なんかもございますので、これ黄色と紫でめっちゃ私の好きなカラーリングなんですけど、そういったデザインのものもありますので、詳しくお知りになりたい方は私の SNS や私のお店クリーミーズグッドコーヒーの SNS 等でご連絡いただければと思います。配送等の準備ができ次第、若玉ちゃんのオンラインショップ PID の方でも、アップしていきたいなと思っておりますので、そちらの方、まだフォローされてない方はぜひこの機会にチェックしておいてください。では外の方に行ってですね、流木たくさんねございますので、ここら辺の流木から、滝壺になりそうないい流木をチョイスしてですね、レイアウト組みをやっていきたいと思います。S 来た、あ、見に来た、もう今日も大量の入荷がございます。本日お休みですけれどもね、頑張ってやってきます。今日こんな感じで枠組みができたので、こっからは細かな装飾とか、あとは水を受ける場所っていうのを作って、ちょっと1回お水がたまるで流れるみたいなのをこれから後半戦はやっていきたいと思います。かなり座りもいいしね、足元は流木をしっかりと組みすぎない、とにかく今3点でもうこれはちゃんとしっかり立つような形になっているので、水中の泳ぐスペースもたくさんあるし、水の確保っていうのがもうできている状態になっております。イメージ的にはまあここからお水が流れていくっていう感じを、イメージして今後も組んでいきます。ポンプはこの流木の空いている足元に設置して、ここからチューブを1本、結構太めのチューブを1本設置して、陸上の植物はカッチャックンを使ってお水を、はい、お水を誘導していく感じにしていきたいと思います。では後半戦続きやってきます。はい、水田鉢の方の、流木組みできました。どうでしょう、かなりね水中のスペースしっかりと確保できてて、で陸上の方も非常に安定感があって、でここはもう真ん中から水をジャバ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 出してですね、溜まったり、あとはサイドの方はカッチャックンでお水を運んで、モスなどをね植栽していきたいと思います。非常に完成度の高い滝になったと思います。最近は水流さなくてもどうやって水が流れるか分かりますね。では流木組みが終わったので、コーキングですね、こういった、溝とか水漏れしそうなところをしっかりと、コーキングで埋めるのと、あとビスの頭もしっかりとコーキングで埋めて自然感さらにアップさせていきたいと思います。でコーキング剤はこちら、防腐剤が入ってないタイプのダークブラウンを使用していきます。でこんな感じでネジの頭を茶色く、抗菌具材をつけて、あとは流木と流木の間だったりとか、しっかりとねここは滝にしたい、お水を流したいってところをね、しっかりと溝を作っていったりとか、もうこれで自在にできますので、ではさらに作業を進めていきます。先日抗菌をするところまで終わって、その後数日が経過しております。オープン前のグリーンウィズグッドコーヒーからお届けしております。本日は、水を流して植栽で完成まで、持っていきたいと思います。現状がこちら、完璧な滝壺がもうできております。もう最近は本当にね、水を流す前からどうやって水が流れるのかある程度イメージができるんですけど、もう完璧でございます。で流木もがっちり組んでおります。非常に安定感があって、足元はあまり流木を使わずにですね、水中部分をかなり広く取っておりますので、水量の確保とお魚さんの遊泳スペースっていうのができております。で底面フィルターとポンプももう設置済みでございます。ポンプなんですけど、こちらの左側につまみがあって、今現在は一番弱くしてます。やっぱりね、経過とともに例えば植物が育ったり、あとはチューブの中に若干ね老廃物が溜まったりとかして流量が弱くなると思うので、そうなった時にはここのつまみで流量を調節できるようにお客様にお伝えしたいと思います。なのでここからは、ソイルを引いて水を流しながら植栽なんですけど、お客様を持ち帰りいただくのにやっぱり鉢も流木もかなりの重量があるので、今回はソイルは
規定量全部入れずにですね、最低限ギリギリのソイルだけ入れて、あとはお家にセッティングするときにですね、追加で入れていただくという形にしようかなと思っております。じゃ最低限の分4キロ入れていきたいと思います。使うのはブルカミアのメダカソイル入れていきます。はい、ソイル4キロ入れました。ではお水入れてきます。このように、お水入れてる間に毎度おなじみカッチャップンのピクタのピクタさんのカッチャップンを細かくある程度切ってお水で洗ってきております。はい、では緊張の瞬間ですね、ポンプのスイッチを入れてきます。スイッチオン。完璧ですね。でこっからは、カッチャックンを使ってお水をいろんなところに誘引していきます。でその後植栽です。では一気に作業やっていきます。でこの水蓮鉢が内側はね結構濃いめの黒に近い形で塗装されているので、今回ソイルも、メダカソイルのダークブラウンをチョイスして、暗めにしたんですけど、ほんと多分ねラメとかあと赤系のメダカとかめちゃくちゃ映えると思います。すごい綺麗な、水蓮鉢になりましたね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。であとはカッチャックンの上にモスを置きながらまたバランス見てカッチャックンの場所を増やしたりいろいろしてみたいと思います。使うのはシルクモスです。贅沢に使っていきます。で今現在はこういう茶色いねシートなんですけど、ただのシートがこのようにモコモコと綺麗なグリーンになっていきます。バランス見ながらこちらのラバリアラビットフット表紙の部分もレイアウトしていきます。隙間に入りそうな部分があれば隙間にスポッと埋めちゃって、隙間が大きいようだったらカッチャックンを根元に巻いてあんこ代わりにします。で最後にこの伝っていく植物フィカスプミラミニマを置いてきます。ほんと置くだけで大丈夫です。根っこをね勝手に張って増えてってくれます。ただそのお部屋の環境とかで例えばここはちょっと育ちにくいなとか最初あると思うので、ここら辺は観察して育ちにくそうな場所の子は育ちやすそうな場所に移動する、それを最初のうちにしとくと結構安定してきて、増えてくれます。では、営業時間も迫ってまいりましたので、またね営業後にちょっとね手直ししたりとかして、完成させたいと思います。でこちらが制作して約3週間が経過した室内ビオトープ木レイアウトです。これねちょっと見てもらえると分かるんですけど、陸上のモスから新芽が出てきてますね。お水も非常に綺麗でいいですね。水の流れもで、メダカちゃんこちらには声が入るかなと思ってコウテイちゃんを泳がせてみました。昨日ちょうど昨日おとといと雑誌の取材があったので、このね水蓮鉢撮影していただきたくって、せっかくだからコーディネートして可愛いメダカちゃんを泳がせてみました。で本日お客様一人で来ています。